ウィルソン軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部南に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は42,918人であり、2000年の32,408人から32.4%増加した。軍庁所在地はフロレスビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はテキサスの初期開拓者。 ジェームズ・チャールズ・ウィルソンにちなんで名付けられた。コナリー家の三兄弟、テキサス州知事、アメリカ合衆国海軍長官と財務長官を務めたジョン・コナリー、テキサス州上会議員を務めたウェイン・コナリー、俳優で軍判事を務めたメリル・コナリーは全て軍内で生まれ育った。その他テキサスレンジャーで有名になったフランク・ハマーもウィルソン軍の出身である。ウィルソン軍は サンアントニオ大都市圏に属している。考古学調査によって、ウィルソン郡となった地域に狩猟採集型のパレオインディアンが住んでいたことが示されている。その後の住人としては、トンカワ族、アラナマ族、タミク族、カランカワ族、タワコニ族、リパンアパッチ族、コマンチ族などのインディアン部族が住んでいた。1718年9月、マルティンデア・ラルソンが、 エスプリチュ・サントアンを探検する途中でこの地域を通過した。1772年、ペドロ・デ・リブラ・イ・ビラロンも、ヌエヴァ・エスパーニャのフロンティア防衛を調査するための遠征でこの地域を通過した。1766年から1767年、デルビ公爵がフロンティアの調査にこの地域を含め、またフランシスコ・バスケス・デコロなどによる1798年の 海岸部探検ではこの地域の近くを通った。ルイス・メンチャカとアンドレス・エルナンデスに与えられたのが、この地域では最初の土地特許だった。彼らは1832年から1833年頃に牧場を作った。1840年代にイギリス系アメリカ人が入ってくるようになり、1850年から1860年には南部の農園種、その後は ドイツやポーランドなどの国からの移民が続いた。1860年、ウィルソン軍は、ベア軍とカーンズ軍の一部を合わせて設立された。サザランドスプリングスが軍庁所在地に指定された。ウィルソン軍の軍民投票で、アメリカ合衆国からの脱退を決め、南軍にいくつかの部隊を送った。戦時中の苦境に、3年間の干ばつで追い討ちをかけられた。 南北戦争後、軍庁所在地は、フロレスビルに移された。1872年、軍庁舎が火事で焼け、1884年に、新しい庁舎が建てられた。アルフレッド・ガイルズが設計を行った。州内のフェンス切り戦争は、1883年から1888年の、ほぼ5年間続いた。内のヒューストンとディルワースの牧場、広さ4万エーカーが、 焦点になった。農場主と牧場主が貴重な土地と水をめぐって争い始めたので、牛飼いたちは牛に草をはませるのが難しくなり、カウボーイがフェンスを切断した。州知事ジョンアイアランドが特別議会を召集し、戦争を終わらせるよう命じた。議会は、フェンス切りと牧草に火をつけることを習慣を罰則とする犯罪に指定し、同時にフェンスそのものを規制した。 しかし、1888年まで散発的に続いた暴力行為で法の執行が難しかった。サンアントニオアランサス、パス鉄道が1886年にフロレスビルまで開通した。1898年、サンアントニオガルフ鉄道がストックデールまで延伸された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は809平方マイルであり、このうち陸地807平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.20%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。